第2回ホイールチェアジュニアプロフェッショナルチャレンジテニス by BNP パリバ、これから全8試合中第5試合に入ります。ジュニア対決です。こちら車椅子プレイヤーは小田時人選手、そして一方ネットの向こうには中学校2年生佐川斗亜選手、これから第5試合を戦います。今コート上はウォーミングアップです。では解説をご紹介しましょう。放送席解説が変わります。ここからは齋田悟司選手です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。齋田さん、先ほど試合の方お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。今度は解説の方なんですが、そうですね、試合の方が緊張しますね、人の試合見て話す方が、楽になってきました、はい、年のせいですかね。いえいえいえ、齋藤さん、はい、パリパラリンピック目指すんでしょ。そうですね、本当、テニスまだこれからね、続けていきますんで、やっぱりその、延長線上にはね、やっぱりパラリンピックというものがあると思うんで、はい、ぜひ、頑張っていきたいと思います。もうそのことも聞いてもファンとしては嬉しいです。でまずね、この両選手ともこれ注目のジュニアなんですが、はい、まず齋田さん、こちら今画面映ってる方ですね、はい、ネットの向こう、こちら佐川斗亜選手、はい、これ千葉県はアジサイ MTC アカデミー所属の選手です。今第一ゲームが始まりました。まあ、なかなかね、小田選手からしたら一つ年下になるんですかね。そうですね、はい、はい、しかし、やっぱり車椅子に、乗ってるのと、飛んでくるボールがね、なかなか違うんで、でも小田選手もね、テニスすごい大好きな選手なので、本当この対戦を楽しみにしてましたし、楽しんでやってると思います。一方ね、佐川選手はちょっと初めて多分車椅子の選手と対戦しますから、はい、ちょっと緊張はすると思いますけどね。お互いこうなかなか見ないこのボールの軌道とか、はい、結構今日はこう勉強する部分っていうのは多いかもしれませんね。そうですね、本当お互いこう知らない未知の、世界だと思うんで、はい、この試合で何かね、お互い掴んで、将来に生かしてくれたらいいですね。こちらが小田時人選手、中学校3年生です。齋田さん、この小田選手というのはもう今車椅子テニス界ではもう要注目の選手なんですよね。そうですね、本当もう、まだまだね、中学生ということなんですけども、もう大人の世界で、戦ったり、ね、前回はジュニアで、ワールドチームカップ、はい、チャンピオン取りましたけども、大人の世界でもね、すごいいい結果を残してますよね。しっかりと佐川選手がサーブを入れてきました。25分間のタイムマッチです。第5試合、小田時人選手対佐川斗亜選手。まず第1ゲーム、佐川選手がサービスキープです。はい、この小田選手なんですけども、障害の関係で、ちょっと見てもらうと分かるんですけども、はい、足の置く位置が左右、前後してるんですよね。本当こう、車椅子の場合は、障害に応じて、さまざまな、車椅子を作るんですけども、小田選手の場合は、今見てもらうと分かるように左足を、後ろの方に、で右足をちょっと前にと、いうような形で座れるような、彼独特の車椅子をですね、はい、使用してプレーしてます。はい、ちょっとクロスさせるような感じですね、足もね、はい、サーブは小田選手です。第2ゲーム、この小田選手は4月のトルコの大会ではシニアの部、シングルスとダブルス、それからジュニアと3種目優勝、はい、
そうです ね1大会でハットトリック達成、はい、もう忙しい毎日でしたでしょう ね, ねあの本当まず体力が素晴らしいですよね、はい、もう本当彼はテニス大好きで、うん、1日コートに行っても疲れないというそんな感じですね、はい、15歳の小田選手です。あとこの小田選手は史上最年少の車いすテニスジュニア世界ナンバーワンプレーヤーでもあります。14歳と11ヶ月で ITF ジュニアランキング1位になったんですね。そうですね、小田選手はね、素晴らしいですね。うん、リターンダウンザライン、ここうまく佐川選手が合わせてきました。はい、佐川選手落ち着いてますよね、あのなんかこう車椅子の人とやるとちょっとどうしたらいいのかなとか、うん、迷ったりする部分があると思うんですけども、佐川選手素晴らしい、ダウンザライン決めましたね、はい、斉田さんはこの小田選手のサーブはどう見ていますか。そうですね、あの左利き特有のですね、あの回転をかけたサーブをスライスサーブも打ちますし、うん、また逆に今のこのデュースサイドからはですねワイドに、キックするようなサーブも持ってますんで、ま、あの本当こう多彩ですよね、うん、あ、ここはセンター深く返して相手のコースを消しました、はい、まあ、1ゲーム目なんかもねあの素晴らしいコースを打ってたんですけども佐川選手がよりまた角度つけて返してきてますんで、そうでしたね、今のはもうちょっと真ん中をセンターを狙っていたのかもしれませんね。あ、ここはリターンアウト、ポイントは小田選手ですから、これデュースディサイディングポイントです。ラブフォーティーからディサイディングポイント、はい、さあ大きなポイントです。各ゲームノーアドで行われていますこの大会です。ゲームを決めるポイント第2ゲーム、ギリギリのところ。あ、ここはわずかに、ラタショットがわずかにアウト、はい、よってポイントは佐川選手ブレイクの形です。2ゲームス2ラブです。ただこの小田選手のこの攻める姿勢はいいですよね、はい、はい、10歳から車椅子テニスを始めて12歳と4ヶ月で初のITF のポイントを獲得しました。で、一気にジュニアの世界ナンバーワン、はい、第3ゲームに入ります。選手もこのリターンのポジションで佐川選手に対して攻めていきたいんですけどもね。そうです ねあの佐川選手もですね、うん、あの多彩なサーブ打ってますんで、はい、かなり際どいコース、打ってきますよね、うん、この佐川選手 この安定感も素晴らしいです。はい、少し小田選手もボールの軌道の変化をつけていきたいように見えたんですけども。そうですね、今ちょっと深いの打ってあのネットをトライしましたけども、佐川選手の、素晴らしいショットでしたね。はい、
第3ゲーム、佐川とわ選手サービスキープです。これで両チームのゲーム差がですね、ちょうど10ゲームに広がりました。この第5試合、ここまで3ラブです。25分間のタイムマッチです。まあ、この3ゲームで少しこう小田選手の方もこの相手のボールの軌道ですとか、はい、タイミングとかっていうのも少しこうデータというのも入ってくるんでしょうか。そうですね、まあ、それに対して、どうしていったらいいかと、うん、いうアイデアを、浮かべられるといいですけどもね、はい。佐川とわ選手、まあ、最近の出場大会では関東ジュニア、それから関東中学生大会ダブルスに出ています。はい、松戸市のアジサイ MTC アカデミー所属。一方の小田時人選手、まあ、先のジュニアの車椅子テニス国別対抗戦日本代表優勝メンバーの一人です。第4ゲームです。まあ、今のもですね、小田選手いいサーブ打ったんですけども、まあ、リターンのいいコースに返ってきて、まあ、サーブ打った後というのはですね、なかなかこう車椅子ではですね、動きが難しいんですよね。ゼロからスタートするというのはですね、ストローク中にこう動いている時がですね、はい、スピードに乗りやすいんですけども、このサーブ打った後スタートがですね、なかなかこうスピードに乗らないんで難しいですね。佐川選手もよく攻めた、わずかにアウトです。はい、この佐川選手のリターンも素晴らしいんです。はい、ね、そうですね、常々ただ勝つだけではなくって勝ち方にもこだわりたいんだという話を、なるほど、15歳でしてるんですよ。佐川さんどう思います？あ、ね、恐ろしい15歳ですね。ね、はい、まあ、見せるプレーもしたいという話をしてますね。はい、この前に行ってプレッシャーをかける相手のショットアウトです。これで小田選手がゲームポイント。ポイントです。すんなり取りたい小田選手。しっかりサーブ入れました。はい、今のもスピンサーブをですね、しっかり回転かけて打ってきましたけども、コースもいいサーブ打ってるんですけども、やっぱりこう、普段のこう車椅子の相手と違って必ずこう返ってくるということでですね、まあ、小田選手考えてですね、おそらく、回転のかかったサーブを選択したんだと思いますけど、はい、さあこれで佐川選手のリードワンブレイクアップの 3-1 です。第5試合25分間のタイムマッチ、第5ゲームに入ります。うん、入ってる、深いところナイスサーブ。
こうセカンドサーブ弾ませました。はい、はい、中学校3年生の小田選手、中学校2年生の佐川選手と対戦です。おお、ここはリターンダウンザライン、ナイスリターン。そうですね、前に出ながら、うん、あの速い展開でダウンザラインですからね、いいショットでしたね。いい組み立て。佐川選手ショットが深い。そうですね。あのしかもこうミスも少ないですよね。はい、素晴らしいです。またこの佐川選手もこう素晴らしいショットを連発しているのでこう表情変えないんですね。はい、ね、そうですね、お互いこう表情を崩すことなく、うん、プレーに集中していると思います。さあ一方こちらが小田凱人選手、今横に河合雄大選手もいますね。はい、そうですね、この小田凱人選手と河合雄大選手、さらには高野翔吾選手の3人があの先日のイタリアでのジュニアの国別対抗戦優勝メンバーなんです。はい、あ、さらには中澤さんじゃないですか。そうですね、真ん中にはね、はい、中澤義弘さんがその時の監督、まあ、普段はあのジャパンのナショナルチームの監督ですよね。はい、そうですね、あとまたテレビのグランドスラム中継で車いす部門の解説もされています中澤義弘さんです。河合選手も、ね、こうやってベンチに入って、あの自分がプレーするのと違ってまた違った、風景が見えてるんじゃないですかね。あ、なるほど。はい、やっぱり、ね、観客席から見るのと、やっぱりこうやってこう、ね、コーチの席、うん、ベンチからですね、はい、試合を見守るというのはですね、また違った、景色だと思いますよ。河合雄大選手と中澤義弘さんです。小田選手の中に入っての深いボール、はい、非常にいいボールだと思ったんですけども、佐川選手がまた素晴らしいディフェンス。はい、ラリーをつなげた佐川選手。前後の揺さぶり、ちょっとこう攻め方変えてきましたね。そうですね、前におびき出して、その後思い切って打ってきましたね。攻撃の選択肢を広げてきた小田選手。さあ、ここはビッグポイントです。選手、小田選手のサービスゲームを破るチャンスです。
角度をつけましたが、これはサイドアウト、はい、ということはこのゲームディサイディングポイント、はい、さあ注目です。ゲームが決まるポイントです。このリターンはストレートサイドアウトです、はい、取りました小田選手。ワンブレイクの差を追いかけます。いや小田選手粘ってますね。そうです ね、あのファーストサーブよく入れましたよね、はい、あの佐賀選手も、ね、ダウンザラインになっていましたけども、うん、わずかにアウトでしたね、リードは佐川とは選手です。 4-2 第7ゲーム。中学校2年生だけど佐川選手の安定感素晴らしいですね。そうです ね、なんかもう表情も落ち着いてますよ ね。このショットです。これも佐川選手の視界にはもう小田選手のポジションというのも入ってるんでしょうかね。そうです ね、まあ、ここに打ったらいいというのはですね、うん、もう分かってきているような感じですよね。はい、入ってるワイドサーブ。ボディですね、コースも綺麗に打ち分けた佐川とは選手、このゲームを取りました。ワンブレイクの差、しかしこのゲームカウントは 5-2。 さあそしてこのまたベンチを覗いてみましょうか。はい、でチームメイトのこの川井雄大選手、一緒にこうイタリアで国別対抗戦戦いました、まあ、その優勝メンバーのその川井雄大選手、高野翔吾選手、小田時人選手なんですが、一番若いのが小田時人選手、ユース中学生ですよね、はいはい、高野選手と川井選手が高校生、はい、でもなんかこう雰囲気的にはなんかこの小田選手がキャプテンのような、ね、なんかそういったムード作りをしていますよね。そうですね、もう身長も175センチと言ってましたから。そうですか、はい、かなり大きいですよね、うん、まあ、そういったところもあるとかと思います、第8ゲームです。リターン狙っていました、はい、これ攻め方としては面白かったんですけどもね。そうです ね、まあ、こういった、ね、作戦をちょっとずつ使い出しましたけども、はい、ハードヒットからですね、うん、まあ、こういうタッチショットもいいかと思います、2番 OK、 うまく返した小田選手。今の、ね、打ち方もちょっと独特だったんでね。そう思いましたね、はい、佐川選手ちょっと面食らった感じでしたね、うん、あ、ツーバウンドでいいのかな、よかったんだなっていうのもあったのかもしれませんね、今の表情からすると。はい、リターンだ、はい、
だからそれだけあれですね、小田選手がいかにこうもうワンバウンドでやってるとかと、なかなかツーバウンドで帰ってくることがないんで、なるほど、ね、佐川選手はツーバウンドまで良かったんだっていうのはそういう感じだったんだと思いますよ。改めてね、はい、はい、佐川選手にまたチャンスが来ています。小田選手の踏ん張りどころ、ここもリターンをしっかりとコントロール、うん、佐川選手これで2回目のブレーク成功。25分間のタイムマッチ、まあ、ですから これこのままゲームが続きます。佐川選手の 6-2 で第9ゲーム。コートを広く使いました、はいはい、わずかに届きませんでしたけども、今のような、ね、はい、あのプレーはすごい大事だと思いますね、うん、本当最後まで諦めないプレーを見せてほしいですね、セカンドサーブで攻める。深いサーブよく小田選手が反応しました、返しました、はい、ね、佐川選手も、ね、確実に、決めたいところでしたけども、なんかちょっと気になっちゃったんですかね、うん、さあこのポイントです。選手のショットがバックアウト、はいはい、ファーストフォルトです。佐川選手、これで 7-2 となりました。第5試合です。25分間のタイムマッチ、あと1ゲームで、まだいけそうですね。あと1ゲームです。はい、まあ、このゲームカウントですから、なんとかこの目の前の1ゲーム、斉田さん、どういったプレー、はい、小田選手に期待したいですか。そうですね、まあ、小田選手、いいアグレッシブなですね、うん、プレーを見せてくれてますので、まあ、いかにこうミスを減らすかっていうのもポイントだと思いますし、はい、
まあ、打てるところはですね、どんどん打っていってほしいですし、はい、本当いいプレーはしてると思うんで、うん、引き続きですね、思い切ったプレーを見せてほしいですね、はい、その小田選手とサービスゲームです。これがこの第5試合の最後のゲームになります。このどうしてもこう車椅子プレイヤー の, このサーブの後ですよね、はい、そうですね、そこのまあチェアワークというか、まあ動きというか、はい、まあ、小田選手もちょっとボディを狙ってたと思うんですけども、 うまく、ね、佐川選手がかわして打ちましたね、はい、ラブサーティー、これも打たれてくる、はい、まあ、車椅子の場合ですと、はい、まあ、正面に来た球っていうのも難しいんですよね、横に動けませんから、はい、そうですね、そういった、違いもちょっとあるのかなと、はい、これも攻めていきます。このゲームブレイクポイントノアドですから、チャンスは佐川選手、チャンス4回です。果敢に強打した小田選手だったんですが、ポイントは佐川選手へ、はい、これでこの第5ゲーム終了です。第5試合終了、10ゲーム戦って8ゲーム取ったのがチーム大輔ダイバースの佐川とわ選手です。この第5試合は8-2ということは、これトータルゲーム数が25-12、またリードが広がりました、はい、解説は斉田選手にお願いしていますけども、斉田さん、この試合ご覧になっていかがだったでしょうか。はい、そうですね、まあ、小田選手から見るとですね、うん、まあ、自分はっきり言ってちょっとゲーム取れないんじゃないかなと、うん、思ってたんですけども、小田選手思い切ったプレーでですね、はい、2ゲーム取れたというのはですね、うん、素晴らしいことだと思いますし、まあ、逆にこう佐川選手もですね、初めてね、車椅子との選手とやるということですね、いろいろ難しい部分はあったと思いますけども、随所に、いいプレーですね、特にダウンザラインなんかもですね、素晴らしい球を見せてくれましたので、いい試合でしたよね、はい、さらにはね、この試合を終えてどういったこう感想を持っているのかちょっと興味深いですよ ね、 そうですね、はい、準備ができ次第2人に話を聞いてみたいと思います。第5試合は小田時人選手と佐川とわ選手が戦い抜きました。共に中学生同士です。ではまず小田時人選手からお話伺います。小田さん、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。どうでした、佐川選手との試合を終えて今の感想から教えてください。初めてこういう形で試合、できたので、すごく自分自身楽しくテニスできたっていうのが一番良かったです、うん、やはりこのボールの軌道とかちょっとやっぱりこう見ていて新鮮だったですか、うん、そうですね、あまり試合で受けたことない球質だったので、うん、ちょっと緊張したんですけど、まあ、楽しかったんで、まあ、良かったです。でもね、小田選手また列戦の中からでもスピンサーブを多用したり、リターンのストレートとか、あと前後の素振りとか、こういろんな技を出してきましたけど、見ていて楽しかったです。はい、ありがとうございます。あとね、今放送席解説斉田選手なんです、レジェンドなんです。斉田さん、声かけてあげてください。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。思い切ったプレーしてたね。はい、はい、その辺はね、すごい素晴らしいと思うし、ね、もう相手が一般の人でも車椅子でも関係なくですね、立ち向かっていくトッキーがですね、頼もしかったです。ありがとうございます、はい、楽しかったです、はい、はい、そして佐川選手、お疲れ様です、はいはい、佐川選手、試合を終えた今感想から聞かせてください。もう最初すごい緊張しかしてなかったんですけど、もう試合していく中で結構調子が良くなってて、うん、相手のサーブとかが返しづらすぎて結構大変でした。でも佐川選手、緊張とか言ってたんですけども、見ている限りでは全然こう緊張しているようにこう見えなかったんですけども、
実際緊張してたんですか？いや、はい、すごい緊張してました。でもこう思いっきりこう佐川選手のショット、リターンとかストロークとか振り抜いてて、本当こう気持ちよかったですよ。はい、ありがとうございます。佐川選手は目標とする選手、憧れの選手っているんですか？ジョコビッチとか、フェデラーとかです。あ、フェデラー、ジョコビッチ、はい、あ、そうですか。斉田さんから佐川選手に質問ありますか？はい、お疲れ様でした。本当ね、緊張してたということだったんですけども、すごい落ち着いた、プレーをしてたと思います。どの辺から自分大丈夫かな、思う時ありました？まあ、結構差が開いた時って、そうだよね、はい。まあ、緊張した部分で、一気にね、ゲームが取れたというのは素晴らしかったです。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。そして小田選手、はい、団体戦でこうチームメイトにこう川井選手がいたりというこのいった雰囲気っていかがだったでしょうか？はい、そうですね、結構雰囲気でも楽しい感じが出てて、自分もプレーもかなりしやすくて、チームの力っていうのはすごいなと思いました。川井選手もいたし、あと中澤監督もいましたよね。はいはい、改めていかがだったですか？そうですね、2人は以前イタリアで大会に行った時も、チームメイトとして戦ってたので、すごい頼りがいのある2人だったのでよかったです。ね、でも本当イタリア遠征でも、まあ、国別対抗戦日本に優勝をもたらして、あと小田選手は確か春先トルコの大会ではシニアのシングルスダブルスのジュニアの部と、はい、ハットトリック達成、はい、その体力はどこから来てるんですか？体力やっぱ体力、そうですね、試合をしながら体力ついたっていう感じだったんで、そこで身についたかなと思います。わかりました。はい、小田選手、佐川選手、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、でも本当こう斉田さん、はい、こういったこう中学生の2人がこういったプレーしているとこう頼もしいですよね。そうですね、本当こうジュニアのね、子たちがテニスを通じてですね、こういった、素晴らしいものをですね見せてくれて、とても良かったですね。第5試合、小田時人選手対佐川斗亜選手の試合をお送りしました。解説は斉田聡選手でした。ありがとうございました。